飼いやすいと言われてしまうハムスター。犬猫を飼うのはちょっと、でもハムスターなら気軽に飼えるよねってならないように作った動画です。サクサクと20銭流していきます。1. 寿命が短い、2、3年です。 2. 懐くとは限らない、手からおやつさえもらってくれない子もいます。 3. 思っているより触らせてもらえない、 SNS では可愛い姿、ベタ慣れなハムちゃんはたくさんいますが、そういう子が多く載っているだけ。 4. 飼い始めは安いけど飼っていると案外お金がかかる、床材やトイレの砂など消耗品は必要だし、あとエアコン完備は必須、一番お金がかかるのは電気代。 5. 室温管理が大変、暑さ寒さに弱いから冷暖房は必須。今年は暑かったので11月上旬になっても冷房をつけていました。 6. 噛まれるとマジで痛い、本気で噛まれると簡単に血が出ます。7. 好き嫌いが多い、何でも食べてくれる子もいるけど主食であるペレットを食べてくれない子も多い。 8. 遊びたい時に遊べない、夜行性なので触れ合うのは基本夕方以降、夜になっても巣から出てこないこともよくある、それに遊ぶといっても基本は眺めているだけ。 9. 回し車の音がうるさい、寝室にケージを置いておくとうるさくて目が覚めることもよくある。 10. 何でもかじる、脱走されると知らないうちに柱や壁紙をかじられていることもあります。私はお散歩中にお気に入りの服をかじられました。 11. 毎日のお世話の時間は短いけど自分の時間は取られる、必ず毎日お世話はしないといけない、可愛いからついつい見ていたらあっという間に時間が過ぎる。 12. ケージの丸ごと掃除がめんどくさいと思う、1週間から数週間に一度行う掃除で習慣化されるまでは正直めんどくさいと思う。 13. 飼い主が食事管理をしていないとすぐに太る子が多い、おやつばかり与えているとすぐに太るし主食を食べなくなることもある。 14. ハムスターに食べさせる野菜の大半は飼い主が食べる必要がある、一人暮らし自炊しない人には結構大変だと思う。 15. 病気になりやすい、病気を隠す習性があるので急に亡くなったということもある、脈が早いから病気の進行も早い。16. 犬猫に比べて見てくれる病院が圧倒的に少ない、動物病院でもハムスターを見てくれるとは限りません。 17. 治療できないことが多い、体が小さいから精密検査ができないし病気の特定ができないことがある。 18. 医療費が高い、1回の病院代で2万円を超えたこともあり。 19. 亡くなってから後悔する、病気に気がつくのが遅かったり知らないうちに死んでいたとなると後悔が長引く。 20. 気軽に旅行に行けなくなる、ハムスターは貯蔵する習性があるので1泊2日ならまだ大丈夫ですが2泊以上ならペットシッターにお願いする必要がある。以上20銭でした。それでも買いますか？普段はハムスターのお役立ち情報やショート動画で面白い映像をお届けしております。この動画を見てためになったよという人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また X、Instagram のフォローもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。